やめてくれ、やめてくれ。木登り頂点落ちた底辺神様来た。どうも鈴木りあです。はい、ということで今回はグレイルさんで、購入をさせていただいた服を皆さんにまたご紹介していこうかなと思います。それではやっていこう。鈴木りあちゃんです。はい、こちらですね、部屋着コーデとなっております。T シャツはですね、まあ毎度同じようにお母さんので、ズボンが、こんにちはということですね。 I don't wanna be in zone that's all got。 はい、お次は白黒とりあえず100均構成コーデということで、まあ白黒ですよねと。で、なぜこちらが長袖かと言いますと、まあ夏なんですけども、夏はもう日差しがということで、もう日焼けにも気使っていきたいということで、もう日焼けは絶対したくないということで、こちら長袖のロンティーをね選ばせていただきました。で、ここにこの可愛いバッグを加えることで、もう大人っぽさが出るというか。こちらはとりあえず海外に憧れて海行こうぜコーデです。まあ今回、まあこれはまあズボンを変えただけかなっていう、うん、ただジーンズに変えただけっていう、うん。ちょっと一緒にごめん。はい、こちらはママ友とお茶会コーデです。あれ、高一なのにおかしくねえかってことなんですけども、もうこのコーデがもうちょっとマダムにしか見えなくなってきちゃったんですけども、まあ、意外と可愛いんじゃないかと思います。なんか黄色アイテムが欲しくて、やっぱ夏って感じじゃん。そう、黄色アイテムが欲しかったのでこちらを買いました。可愛いんじゃないかなと思います。はい、お次はですね、推し活大好きおしゃカフェ巡りコーデとなっております。こちらグレールで買わせていただいたのはこちらのバッグとなるんですけども、はい、踊ってますけども、はい、こちらです。で、財布も入るし、みたいな、めっちゃ可愛いんですよ、これ。えぐいんですよ。長い長い下り坂を、君の自転車の後ろ見のせ、ブレーキしっかり握りしめて、ゆっくりゆっくり下ってく、募る思いを打ち明けた、運命の人よ、白馬の王子様よ、あなたまた照れて聞き流すけど、肝心なことはちゃんと伝えてほしいんだ、もうどうしようもないくらいに好きだから、ゆっくりとゆっくりと私を抱きしめて微笑む、あなたの鼓動はリズム好きだよ。はい、ということでこちらのトップスはですね、あの白い、なんか白 T の上になんか着たら可愛くねみたいな感じのやつと、あとこちらも、セットとなっております。はい、可愛いよね、着たかったよねって。これもね、可愛いよね、めっちゃね、めっちゃ可愛いのに、このズボンもさ、合わせたらさ、めっちゃ可愛かったのにさ、ねえって。で、お次はこちらは、あの浴衣のあの紐とかいろんなセットが入ってるやつです。これも試してみないとまだ分かりませんということで、お次は、髪飾りですね、こうつけて、はい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 と、うわーうわー暑いな、はい、やっつ、ということでですね、こちらのものものものたちが、私が購入させていただいた、グレイルさんということです。はい、なんか今回なんかゆりあちゃん、なんか結構買ってんのに、なんか着てるの少なくねって感じだと思うんですけど、なんか刺してということで、悔しいんですけど、うん、まあこれから痩せていこうっていうね、うん、もうこの言葉今何回目だって感じなんですけど、もう今回ガチだからっていうな、今日はやるよ、あのいつもとメイク違うんだけど、分かったかな、いつもとメイクが違うの。はい、そんなことをどうでもいいんですけど、グレールさんね、やっぱり可愛いものがたくさんあって、
何だろうっていうものがたくさんあるので、皆さんもグレールで、ね、今年の夏はグレールでということで、今年の夏はグレールで楽しみましょうということでね、いい女になりたい方はぜひ、グレールで、お買い物していただいて、可愛いのがたくさんあるのでということで、またね、次もね、購入品紹介できたらいいなって思っています。それではシャッシャースケッシャースショップルテーブンドゴレーウウエウエということで、今日私はパンを出しました。今日の動画も最後まで見てくれてありがとう。次の動画もお楽しみに。バイバーイ。